書籍におけるページページとは本、雑誌、新聞などの紙媒体や電子媒体の構成単位である。情報量を伝達するための尺度としても利用されている。ページの語源はラテン語のパギナであり、ブドウ畑を広げるときに杭を打って区画することを示す動詞、パンゲレから派生した単語である。紙の書籍の場合、ページは表と裏で構成され、読者は 表から裏への順に読み進めていく。左閉じの書籍では、読者は表のページを右から左へとめくって、裏のページへと読み進める。一方、右閉じの書籍の場合は、左から右へとページをめくることになる。現代の書籍には、各ページの減ったもしくは振ったに、ページ番号や小番号が付されることが一般的である。図書館学においては、書籍内に記載されている。 ページ数はマークにおいても定義されている。マーク21ではサブフィールド300ドル映画、安易マークではサブフィールド215ドル映画、ページ数の記録用に用意されている。ページの概念は電子媒体でも使用されている。例えば、ウェブページという用語はインターネットブラウザに URL を入力することによって一度でダウンロードされるファイルを示す。 web ページは印刷も可能であるが、紙と異なって1ページあたりのサイズが可変であり、ページの長さに比例して印刷の難易度が高まることが多い。ありがとうございます。